私たちは、高齢者の歩行訓練を例に下肢の筋力強化を皆さんに紹介したいと思います。お願いします。高齢者の A さんは歩行時に右に左にぶらついて、転倒の恐れがあるので PT によるバランスボールの訓練を行います。このようにまずは足踏みをして足の筋力アップを行います。腸腰筋の筋力トレーニングにもなります。では足を高く上げて足踏みをしてください。次に手も振ってもらって全身の運動を行います。では足を高く上げて手もつけて足踏みを行ってください。実際の歩行をイメージしながら行ってもらいます。この訓練を何週間か続けた後に再度 PT による歩行の評価を行います。では今のを意識して歩いてみてください。上手に歩けるようになりましたね。同じような方法で今度はアスリートにも応用していきます。足の速さや重りをつけたりすることによってアスリートにも適応できます。これで終わります。